も、ゆうじです。はい。というわけでね、早速ですが、ここで質問です。ででん。ここはどこでしょう？正解は、館内です。イエーイ。というわけでね、僕ゆうじですね、今、館内デビルという番組に出演してるんですけども、その仕事の前に、ちょっとある検証をしたいなと思いまして、題して、ででん、一人ぼっち大嫌いリュウジが、ディッシュのライブに一人で、何でしたっけ、題して一人ぼっち大嫌い男リュウジが迷わずに一人で行けるか、何でしたっけ、題して一人ぼっち大嫌い男リュウジが一人で迷わずにライブ会場まで行けるか。はい、というわけでね、5月の5日6日にですね、神奈川県民ホールで僕たちライブがあるんですけど、なんとここ館内にあるんですよ。でね、一人で参戦するスラッシャー行こうかなー、でも一人だしなーって迷ってるスラッシャーね、迷わずに会場まで行けるように僕が身をもって検証したいと思います。というわけで、まずは会場に行ってみますか。行きましょう。現在館内駅ですね、ここですね、現在地で、ここですね、神奈川県民ホール、この距離っす。なんでこう、ここまでまっすぐ行きまして、横浜スタジアム前をバーって行って、ここもビャーって行って到着って感じでね、今日行きたいと思いますんで。というわけで、とりあえず横浜公園に到着しました。もうすぐっすね、駅から目の前だ。近い近い。これは迷わずに行けるんじゃないですか。いつかディッシュ行くぜ、立つぜ。最近一人でご飯行けるようになったんですよ。なったんですよ。この間一人ステーキ2日連続、夜ご飯2日ステーキ、イエーイ。いや、最初やっぱすごい怖いと思うんですよ。なんかちゃんと盛り上がれるかなみたいな。ペンライトとか絶対一人じゃ触れないとか、多分俺もそう思いますし、でも絶対来たら僕らが絶対楽しませるんで、なんだろう、一人ぼっちにさせないんで、こう会場がみんな一体になるようなライブを僕ら作るっていう、一つ一つのライブの目標なんで、スラッシャー同士で仲良くなったんすよとか、友達増えましたティッシュのおかげでみたいな言ってくれる方結構いるんですけど、すごいほっこりしますし、なんかそうやってティッシュで出会っていろんな輪が、ね、広がっていけばいいなと思ってます。どっち曲がりますか、今曲がってるんですか。俺多分ライブとか行ったらしっかりグッズ欲しくなるタイプなんですよ。そうだね。いや、好きなバンドのグッズ T とか、ライブタオルとか超欲しいですよ。とりあえず会場に行ってグッズをゲットして、ご飯食べに行って、お腹いっぱいになった段階でライブに挑む。どうすか、あれですよ、あれが例の中華街外華中。俺大体いつも街で声かけてもらうとすごいスカすんで、あれいつも館内デビル見てます。あ、本当ですか、ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。やっべえ、超恥ずかしい、どうしよう、こんな人の前で声かけられちゃったって感じですよ。いや、嬉しいっすよ。でも基本一人だとめっちゃくちゃ歩くの早いんですよ、だから途中からそう、なんだろう、軽くこう声かけようと思って小走りしてくるってことが分かるんですよ。もう追っかけられて声ちゃんとかけられるまで振り返れないじゃないですか、その間がちょっと気まずいです。今ここね、ここら辺ね、会場だからもうピュッていったらもうで、ここにマリンタワーあるから、マリンタワー押しますね。なんだろう、あれだ、リアルな高さなんですよ、登ると分かるんですよ。そろそろですよ、もう曲がったらすぐもうピュッていく。
そろそろライブだねっつって。これどうやって行くんだろう。これはもう、なんだろう、こっち、こっちに曲がって博物館、シルク博物館、ここら辺じゃないかな。あれ、うん、あれだ、あれ神奈川県民ホール。いやいやいや、着きました。5月5日、6日はここはスラッシャーだらけになりますからね。至る所にスラッシャーが。一人でも大丈夫かな。もう全然大丈夫だと思います。でもディッシュのね、ファンの方はね、みんな優しい方が多いんで、すぐ仲良くなれると思う。はい、というわけで一人大嫌い男リュウジはですね、迷わずに無事に一人で会場まで来れました。皆さんも絶対来れると思うので5月5日6日お待ちしております。さあどこに行こうかな。中華食べたいな。やってまいりました、中華街。この中でご飯を食べたいと思います。お土産いいね。お土産買いましょう。どうぞ、いらっしゃいませ。どうぞ。ちっちゃいの。これ買いますか。やべ、4食しかねえ。4食でいっか。濃い濃い濃い。いいじゃないですか。4食と1種類。あれじゃないですか、あの5月5日6日の6日かのドレスコード、チャイナドレス、チャイナ服だ。そうだね、売ってるよみんな中華が。さあさあ、じゃあバイランさんに行きましょうか。美味しそうですね。美味しそうですよね。これをね、食べていきたいと思います。じゃあ、食レポお願いします。出た、食レポって怖いっすよね。いきなりハードル上がるもん。いただきます。めっちゃうまい。いや、これなんか上にあんかけかけるとパリパリ感ってなくなるじゃないですか。でも中に入ってるから外がパリッパリだからそのまんまだから美味しい。ああ、俺あんまりエビチリ食べないけど俺めっちゃうまい。熱そう。いや、うまっ。いや、なんかこれが本物だわ。あー、辛っ。あー、辛っ。はい、というわけでご飯食べ終わりました。本当にめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひね、皆さんもよかったらフラッと寄ってご飯食べてはいかがでしょうか。というわけでね、皆さんもぜひ一人で行くよって方もこれで楽しめると思うので、ぜひぜひ当日お待ちしております。僕は今から館内デビル行ってくるぜ。